24日の F1 オーストラリアグランプリ GP で RB の角田裕樹23が7位入賞を果たし小松綾を代表48率いるハースが910位でダブル入賞の快挙と日本勢の躍進が脚光を浴びているモータースポーツジャーナリストの小倉重則氏61が角田の好調の要因と 今季から就任した小松代表が製造者部門で昨季最下位のチームを再建した手腕を分析した。角田は有力ドライバーが続々リタイアする乱戦で、安定したスピードを見せて8位でゴール。レース後には6位入選のフェルナンド・アロンソ、アストン・マーティンが膠着処分となり、7位に繰り上がった角田は大量6ポイントを獲得した。小倉氏は、 マシンの性能をほぼ完全に引き出し切って走っていたと評価。その上で角田と今季マシンの親和性が高いと指摘する。角田がデビューした年などは同僚のティエール・ラスリー・ゲー・アルピームの好みに近い形で車が作られ、後ろのタイヤがしっかり設置するものだった。逆に角田の好みはフロント・前っか のタイヤがハンドルを切ると,スッと入ってすごく俊敏に動く車そういう車は後ろが不安定になりやすいがドライバーがうまくコントロールする今年の車は角田により合っているのかもしれない角田が着実に成長していることでチームもその希望に沿う車体作りを進め今期はかみ合ったというわけだまた今期開幕戦のバーレーン GP では 角田が速さを見せながらチーム戦略が失敗して14位に沈み批判を浴びたが、今回は改善。チームもすごく頑張っている。ピットストップの作業時間も角田と RB は5位になった。エンジニア、作業するメカニックも頑張り、角田の結果を後押しした。お互いの相乗効果が出ている、とチームと角田の一体感が躍進につながった。一方、ハースはニコ・ヒルケンベルグが9位。 ケビン・マグヌッセンが10位とダブル入賞昨期は製造者部門で最下位と低迷したが今期から技術畑の小松代表が就任して前戦サウジアラビア GP に続いてポイントをゲットした瞬く間にチームを再建したことで F1 界では小松マジックと話題を呼んでいる小倉氏は結果を出すことに集中しているように見える自分たちはポイントを取りに行くんだ 結果を出すんだという姿勢がより明確になっていると強調小松さんはレースエンジニアになりたくてイギリスの大学に留学してそこから叩き上げた人なのでレースに対しての感覚が強いレースやとして本物なのでチーム全体に方向性がうまく伝わっているドライバーもより戦おうとモチベーションが上がりいい方向に動いている 市の一面と選手の闘志を引き出すカリスマ性を評価した。次戦の日本 GP 決勝4月7日では熱い日本人対決が期待できそうだ。